3人がぴったり合うまで終わりません。せーの、カズさん、ウェズレイ。うわ、おっしゃ、おっしゃ。あったやん。カズさん、2回溜まったほんまにデコピン。花。これ、キレ君。俺もキレ君。俺もキレ君。ちゃうやん、素直言うて。ほんとマジクリやん。うわ、おっしゃ。せーの、中原シュート。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田上です。今日もよろしくお願いします。感謝。鹿児島ユナイテッド FC 応援副リーダー水本です。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーまであと一歩のところまでやってきました。皆さんの清き一票が私の応援リーダーへの道を近づかせると遠慮か谷口勲です。感謝。はい、ありがとうございます。今日もキレッキレのね、伊沢くん、そしていつも落ち着きのある、水本くん、3人でやっていきたい。誰へのハートなのかわかんないけども、感謝、はい、違う、感謝こっちこれで感謝。はい、ということで始めていきたいと思います。今日のお題はズバリ、3人がぴったり合うまで終わりません。じゃあまずざっと僕から。田中さんもけど、もうこれ一発あったらもう終わりですからね。もちろんもちろん、これガチンコでいきますね。ほんまにこう。じゃあまず王道のイケメン選手。この選手はイケメンだろっていう。性格も含め。いや、もう 顔だけで。決まった。決まったよ、これは。はい。じゃあいきます。せーの。野竹純也。俺、野竹純也。俺、野竹ひろや。孝太郎。俺、孝太郎か悩んで。わかるわ。孝太郎か悩んで、野竹ひろやにしたわ、今。まあ、イケメンだな。俺、米沢蓮もいたし。あ、確かに。まあ、タイプが違う、ね。俺、お、花ピンしようつな。合わなかったら花ピンじゃないから、やめて。違うの。じゃあ、毎回のあれじゃないの。花腫れるよ。まあ、これでも、会うまで終われませんか。今みたいな感じね。テンポよくどんどん行きましょう。俺、いいっすか。お願いします。これでも、当てに行きます。うん、一番優しい選手。ああ、オッケーオッケー。ちょっと待って、優しそうじゃないよ、もう優しい人やね。優しそうでも全然いい。これも優しそうで言ったら俺もキデ君になってまうけど。なんで言うの。キデ君だって顔言うな、お前。優しいやん絶対顔。優しさにもいろいろあるから。考えすぎたらダメ。確かに。いや、俺もう出てるよ。だったら早くこう。いきます。せーの、ゴレオジュンディつぐる。お前それさ、選手じゃなくてさ、お前すぐる。キットのすぐるくんでしょ。荷物運んだりしてくれてる。あ、優しいやん、荷物運ぶ。いや、俺選手打たぜ。確か選手打てたで。それは鼻でこぴんちゃう。今のはチョンボだ。今のはチョンボやで。ちなみに伊沢は誰だった。ゴレオ純喜。俺ヘンリー君。なんでお前すぐるが出てくる。選手って言ってる。もう今のはそれ鼻でこぴん。音が出るまでお願いします。聞いてみますんで。もういい。これ欲しい。だって選手って最初で言ったわけだから、話を聞いてなかったっていう。今センターはえぐられてたよ。死に行ったでしょ。男気やった今の。面白。オッケー、カッチャンから行こう。はい。一番大食いそうな人。あ、いいね。大食いそうな人ね。もう選手やんね。選手やんね。そうそうそう。一人しかも。勝つの、せーの。いきます。せーの。カズさん。ウェズレイ。うわ、おっしゃ、おっしゃ。あー、ごめん。おっしゃ。どこか。ウェズレイでも食べそうでしょ。いや、俺も迷った。ウェズレイ、ロドリゲス。よし、じゃあ次俺お題いくよ。一番安全運転そうな選手。オッケー。オッケー。俺、伊沢と合いそうな気がする。行こう。あっちゃんいい？ビヨン。せーの。タキデ君。なんだ、公平。あー。まあまあ、でも、あれは似てるね。系統はね。うん。俺、キデ君、すごい優しい運転手。俺は、タク。ああ、でもなんか3人とも本当に優しいじゃん。うん、優しそうなね。これはね、ちょっと難しかったね。合わないね、これはね。申し訳ない。じゃあ次、サオお願いします。じゃあ、歴代左利きで一番うまかった選手、うん。歴代ね、これ合うんじゃない。あ、キックがね。左利きやろ。キックだからね、キック。え、これ多分合うよ。せーの、アソ。井上渡る。うわー、俺、アソ。アソ、アソ、シュン。アソ。渡る。
またやん。佐野さん2回たまったほんまにデコピンス鼻。まあ今のは申し訳ないわ本当に。分かったじゃあやるよ。お願いします。いくよ。音ならなかったらやり直しですからね。いきます。カポッて結構おもろいな。これ旋風巻き起こす可能性あんね。オッケー次行こう。じゃあ勝つお願いします。分かった。じゃあ、生徒会長をしてそうな選手、この人なら生徒会長を任せてもいいかなって。あーイージーやな。イージーってどういうこと。カズもせーの行こう。待って、カズさんも感覚で。分かった。せーの、キデ君。うわ誰。これキデ君。俺もキデ君ちゃうやん、すな言うて。おいえって田野さん、ほんとマジくるやん。もうこれはほんま鼻デコピンです。わかる、わかんだよね絶対。いやもうわかるやん。工業高校の生徒会長。スナはちょっとなんか私立やん。あこれけど何個かあったな確かに。うん、ある。江藤くんもちょっとそっち系やな。そうそう、俺も江藤くんとスナで迷った。我らが中原修斗もそういう感じやな。そうだね。このお題はちょっといろいろいいお題やったかもしれん。うん、いや21はもう多いから。21はほんまか感じてほしい。3回目っすから。もう次でもお前ら合わなかったらあのデコピンでトロスしますよ。もうちょっと近づいて。音鳴らんかったらあかんで。いきます。でもなんか上手くなってるよ。どういうこと。痛いわ。何上手くなってるって。当てる瞬間にも避けてるもん。いや避けてない。だからスローにしてみるから、これちゃんと全部。じゃあいい、うん、どんどんいくよ。だって合わないと思わないわけだ。ここで合わせていきたい。野球チームで4番を打ってそうな選手。いやこれはこれ合うでしょ。これ合うよ。これは絶対合うと思う。その野球チームのタイプね。タイプもう4番で長打ホームランを狙うチーム。ホームランバッター。いやこれむずいわ。でもいい選手いっぱいいるよ4番打ちそうな。いやもうでもこの人しかいないと思う俺は。もう田中さんが言うの俺分かったわ。だから そこに合わせて3、4人ぐらいおるやん。いやだから助っ人系なのか不動のって感じ。行きましょう田中さん。せーのでいきましょう。1回いきます。せーの。岩崎和さん。ウェズレ。茅沼優勢。俺岩崎和さん。それは分かりますよ。カズさんも分かるよ。鹿児島のおかわり君。だからそこを狙いに行ったの俺。いや俺は完全に助っ人外国人。だから助っ人じゃないって俺言ったじゃん。言ったっけ。うん、不動の4番って言って。もう決めましょう。てかもうだいぶ長いことやってるから早く決めよう。いいっすか。じゃあ日本アカデミー主演じゃなく助演男優賞を受賞しそうな選手。助演ね、助演。あいやでもいい演技しそうな選手いるな。主演じゃないんだよね。主演じゃない。オッケー、分かった。いいよ。俺のイメージは刑事役、渋い系の刑事。グレーのスーツ着てそうなやつ。はい。もう分かった。もうそこまで出たらもう大チャンスじゃん。ああ、分かった。いいよ。せーの、牛の浜崎さん。いや。鮭さん。鮭さん絶対でかいじゃん。ウッシーも結構グレーのスーツ似合わないですか。ウッシー着てるイメージあった。あの山形屋のね、あのスーツの CM とかでも着てたね。勝つ誰。スナ。あー、スナもな、そのイメージあるわ。もうこれやっぱ合わないかもしれない。もうやばいな。今現在夜の11時です。本当決めに行こう。かっちゃんお願いします。じゃあまあさっきの映画つながりで日本を飛び越えてアジア進出。映画で。そう、もう映画で。映画合わないじゃん。もう難しい。もうアジア映画に日本人初めて抜擢されそうな選手、うん、ちなみにジャンル的に言ったらカンフーアクション。むずいな。むずいやろこれは。カンフーアクション。もう俺決まったぞこれ。行こうか。いやむずいなこれ。わからん、いろんな選手おるから。まあまあ確かにいっぱいいるからね。もう行こう。ちょっと待って、俺決めさせて。もう一人しかいないこれは多分。行こう。じゃあ行きます。はい、せーの。中原修斗。